東京学芸大学附属高等学校大泉校舎は、かつて東京都練馬区東大泉5丁目にあった国立高等学校。東京学芸大学の附属学校であった。生徒全員が帰国子女であるという点が学校の特徴であった。少人数のため、1クラスの人数は20人前後で、全校生徒は合計150人程度であった。を取り、 一年時に三年分のカリキュラムは、組むが都立高校等とは違い、三年分それが適用されることはなく、毎年三学期に自学年のカリキュラムを組み直すことになっていた。第二外国語として、フランス語、ドイツ語、スペイン語を設置していた。付属高等学校大泉校舎は、付属大仙中学校と統合、再編の上、 付属国際中等教育学校に改組されることとなり、2007年の中等教育学校開校以降、順次切り替えられていった。付属大仙中学校が2009年3月に閉校した後、付属高等学校泉校舎は、同年4月の入学生を最後に、新入生募集が停止され、2011年度の3年次、編入学を最後に、生徒募集が完全に停止された。 2012年3月、付属高等学校を泉校舎が、最後の在籍者が卒業すると同時に並行したことで、付属大戦中、高野国際中等教育学校への切り替えが完了した。学校は土足で入れ、下駄箱がなかった。また、グラウンドがないため、部活は広大な生徒玄関前で練習をするか、隣接する東京学芸大学付属。 大仙中学校グラウンドを使用していた。ありがとうございます。